この番組は人間であるがゆえに渦巻く欲、その欲に正直になる、我慢などクソくらえ、そんな番組です。なるほどね、はい、なんかすごい、なんかいろいろすごいわ。そうですか。びっくり、もうびっくりよ。なるほどね。じゃあちょっと続いて、はい、ひとみちゃんなんですけども、はい、初体験が16歳。初体験は16歳です。16歳、どこで、誰と。それは同じ高校の先輩で、で、部室でした、初体験。マジ。こういなくなった時に、みんないなくなってて、なんか部室で2人でこう話してたら、なんかちょっと先輩なんか結構やんちゃな感じだった、はい、遊んでるみたいな感じだったから、なんかノリでこうなんかこうさ。全然付き合ってないんだ。じゃあ付き合ってない、付き合ってなくて、なんか仲良くて、なんかかっこいいなと思ってて、でそれでなんかこう話してて、でこうなんかイチャイチャが始まって、で初体験になっちゃったって、そのままなし崩し的な感じで。そうなんだ。誰かに見られてたかもしれない。うわ、そう。学校での初体験は結構ね、なかなかだよね。そんなのがね、なんか物質か。はいはい。なるほど。え、じゃあさ、プライベートでの経験人数って何人ぐらいいる、もっち？多分今だと、1000ぐらいですね。プライベートだよ。おそらく。めちゃくちゃいるじゃん。え、1000？ 1000いきますね、おそらく。いや、俺多分1000人超えの人初めて会ったかもしれない。プライベートでね。え、ひとみちゃんはプライベートの経験人数は？私はプライベートは3人です。3人？あ、もうすごい、なんか1000対3よ。だからびっくり、本当にやばいモンスターが。やばい、本当に本当に性欲モンスターだ。すごい、すごい。私3人でも、あとは全部お仕事とか。あ、もうお仕事ね。で、なんで、もう本当に出会いはあんまりないんですよ。そうだね、3人って。じゃあその先輩、先輩と社会人になって、1回42歳ぐらいで付き合ったことがあって、はいはい、その人がもう1人で、もう1人別れて、そこからまた出会った人。あ、そうなんで、彼氏しかいない。すごいわ。その3人目がプライベートでの最新エッチになるんだよね、多分。それちなみにいつ頃なの？でもだいぶ前です。半年は前。でも半年か、半年前。え、だいぶだよ。だいぶだよ。半年でもだいぶ経ってるかなと。で、そっからもうずっとお仕事で。あ、そうなんだ。最新エッチは半年？私ちょっと最近な。まあ、わりかしね。クイカジ。そっかそっか。え、ちなみにその1000人プレイヤーのやっぱモッチは最新のプライベートエッチいつ？昨日です。え、すごいタイムリー、すごいタイムリー。誰とやったのよ？昨日は出会い、どこの男よ。出会い系で見つけた自称商社マンです。商社マン、商社マン。え、そういう人とさ出会う時ってどこでやる？ラブホ？ラブホか相手の家、ですかね。まあ、あとは自分家でやるときもありますし、なんか相手の居場所によりますね。ああ、もうやりやすいとこで。そうそうそう。出会い系で昨日やってますって、はい、いいね。ありがとうございます。ちょっと出会いコツ教えたいみたいな。本当に。いやいや、ね、でも彼氏ですもんね、メインは。メインがそう。そうですよね。私彼氏とやったことないんで。あ、もう逆、あ、まあ、そうだね。1000人だったらもうそれはもう。え、じゃあそんだけエッチしてたらさ、もっとかすんの？え、しますよ。私ちゃんと毎晩します。え、もしてそんだけ男も食いまくって、はい、忙しいね、性欲。いや、忙しいですよ、本当に。性欲が渋滞しちゃってるよ、マジで大変。なるほどね、はい。え、ちなみにどんするの？私は最近はもうおもちゃ派なので、中に入るバイブ部分とクリ吸引するのが一体化したおもちゃがあって、そんなの最近のお気に入りなんですよ。めっちゃ気持ちくて、もだえます。延々ともだえてます。あ、それをいつも家で。家で。どんな感じでこう、いや、教えてもらっていいですか？いいですよ。
脱いじゃダメだよ全部モザイクだからすごいわいあのそエアーでねエアーで、はい、エアーで入れて、入れてスイッチオンします、はい、でクリーンとこにいい感じに当ててボリューム調整します、はいはいはい、そしたらもう、ね、ピタってくっつくんですよ抜けない、そう、はいはいはい、だからちょっと動くと、うん、あの中も当たるし、うん、そのクリもすごいグッて引っ張られるみたいな感じだからもうちょっと自分が動いただけでも刺激が強くて、うん、あそんなんなんだからもうこんなんなんですよそんなモダイルモダイルすごいんですよあれもうほんと使ってほしい世の女性みんなに使ってほしいそんなあるんだ使ってほしい、マジ気持ちいいです。なるほどね、はい、でもそんだけモダイルになったら相当気持ちいいでしょうね。いや、相当気持ちいいです、ほんとなるほどね、いや、やばいな。クイカジタミちゃん、どんな〇いや、同じします。あ、する、どういう感じで。でも、私もおもちゃが好きなんで、うん、もうおもちゃじゃないといけない、いけない、いけにくい。うん、だから、でもそれを初めて聞きました。私、ウーパンライザー、あ、ウーパンライザー、ウーパンライザーを、まあなんか3万ぐらいのやつ、めっちゃいいやつ、逆に買っちゃって、うん、それはもうめっちゃ気持ちいいんですけど、うんうんうん、でも、ああいうのってなんかね、もう慣れちゃうと、うん、そうなんですよ。だから私は結構 AV 女優さんが好きな方なんで、うん、へー、AV 女優でめっちゃうまい。あ、そう、おかずにして大好きなんでこの業界に入ったという感じで。あ、そうなんだね。そうなんですね。なるほど、ウーマナイザーするときはもだえたりはしない。そうね、もだえたりはそうね、今だまだすること、なんかそう相当バタついてらっしゃいましたからね。もうこんなんなってそんなね、あのバタつきモッチーの、はい、あのエッチの得意技を教えてほしいですよね。得意技か。そう、どんなプレイ得意？いろいろやってそうだもんね。そう、いろいろやって、うん、その私が好きなのって相手の癖にピタッと合わせることなんで何でもいいんですよね。ああ、じゃあ相手の希望を叶えてあげるみたいな。そうです、そうです。そこに何の、うん、あのズレもなくピッタリ合うっていうのが楽しいんですよ。あ、すごい、合わせにいい女。そう、それが楽しくて。ありがとうございますいい女だ。でも、なんだろう、作品で一番、うん、褒められるのはいろいろあるんですけど、ディープスロート好きで、ディープスロート、喉の奥がすごい動くんです私。奥ですっごい奥まで加えて喉で締めるのが大好きですね。すごいね。これはね、カメラの前ちょっといいんですか？吸う感じの動作ちょっといいですか、やってもらっても。いいんですか？ここでいいんですか？うん、ここで寄ってくれる。じゃあちょっと行かせていただきます。今先っちょです。はい、喉の奥まで入りました。ここで。すごい。今音拾いました。すごいよ。え、なんか生物いたよね。あ、今ここに、ここに飼ってるんで。もう一回。うわー、すごい。すごいわ。で、喉で。この先と締めるのが好きです。のど始め的な感じ。あ、そうです、そんな感じですね。そう、いや、すごいね。すごい。それは確かに男も行っちゃうわ。はい。行っちゃう。クイカジ。トミちゃん、なんかあります？得意技みたいな。でも私も攻めるのが好きなの。うん。一番好きなんですけど。おうおう。だいたい被ってるけど、うん、もうなんか。レベルが違うちょっとちょっと別次元。大体被ってるんですけど、すごい。ディープスロート。いや、私もディープで、で、唾液が多いんで。あ、いい、唾液大事。あとはもう乳首攻めと。あー、いいね。全部好きです。あ、いいね。足とか舐めるのも大事、うん、あ、足も舐めちゃうの？全部舐めるの好きなんで。あと頭とかあ、え、頭も舐めちゃう。男の人の全部舐めきってあげたい。全部愛したいみたいな。そう。そんな、ひとみちゃんね、今までで一番興奮したエッチってどんなエッチですか？今までで一番、でも私、うん、一回あの非常階段。ああ、いいよね。非常階段。バーで飲んでて。うんうんうん、あの私お酒好きなんで、うん、お酒飲んでて、飲みながらちょっとあっち行こうよっていう話になって、うん、外に出て、うん、で下になんか声とかするじゃないですか、うん、誰か来そうな感じとか、そういう中でなんかやったのが一番
興奮する。なんかやっぱそういう場所が一番興奮します。多目的トイレとか、結構スリラーって感じね。はいはいはい、まあ分かるわ、分かる、スリルあるわ。でもさすがに病院とか確かに、確かに。でもここまでやってる人って逆に聞きたい、どんなエッチが一番興奮したの？1000個の思い出があるわけじゃん、うん、いやー難しいな。一番でも私基本的には見られるのが好きなので、うん、セックスしてる姿を見られるのが好きなので。おー、はいはい。だから撮影現場いつも楽しいですよ。あ、まあそうか、もう見られてる。仕事仲間で観客だと思ってるんで。あ、オーディエンスだよ。あ、スタジオのオーディエンスだよ。そうそうそう。私のやつ見ろと。そうそう。楽しいですね。だから乱行現場とかはすごい楽しいですね。あー、なるほどね。プライベートでも、うん、マックス一人で呼びたの男の子5人だったんですけど。え、ごめんなさい。6ピーしました。6ピーしてんの？はい。それどうやって集めたの？楽しかったですね。なんか友達の紹介で男の子一人紹介してもらったんですよ、うん、でその子に乱行したいから人呼んでって頼んで。ストレートだ、うん、でお願いしたら、うん、なんか高校の同期かみたいな友達みたいなのを何人か集めてくれて、うん、みんなそれぞれちょっとキャラがあるんですよ、はいはい、なんかその紹介してくれた子は、うん、ちょっとチャラけてる感じの、あ、まあ、何でもかちょっと適当にやっときゃなんとかなるっしょ、うん、みたいな男の子、はいはいはい、で、まあ、一番そっちだったんですけどで、もう一人は既婚者で結婚してるんだけど奥さんと最近セックスレスでしばらくしてません、ね、はい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 、で、もう一人はなんか、はい、おちゃらけた感じで、うん、なんか一人後輩がいたんですよね、うんうん、で、おちゃらけてて、あ、すみませんすみませんってこうみんなにこう頭下げてちょっとシュンとしつつもチャラける役。うんうんうん、で、あと2人は素人童貞、うんうん、スでしかやったことはありません。全部分析できたの、はい、で、もう1人はしばらく彼女がいなくって、うん、1人でしか抜いてません。なんかすごい、なんかアベンジャーズみたいな。そう、この5人の中で一番いいだったのは素人童貞でした。あ、そう、一番いい子だった。今まで宝の持ち腐れしてたのね。そう、本当に宝の持ち腐れ。もったいない。もっと自信を持って口説きに行った方がいい。すごいわ。やってましたね。クイカジ。はい、ということでね、まあ、お二人にいろいろ質問させていただいたんですけども、まあ、本日ね、商品を用意してまして、はい、でその商品をかけたゲームをね、やってほしいんですよ。ゲーム対決をして、勝った人にはiTunes カード1万円分用意してるんで、それちなみにガチでプレゼントします。あ、そうなんですか。はい、ただ負けた場合は罰ゲームがあります。まあ、罰ゲームはルーレット用意してるんでね、まあ、はい、ゲームが終わった時に罰ゲームは決まるんですけど、はいはい、まあ、対戦していただくゲームは本日アイスバー、アイスバー、はい、ノーハンドアイスバーをやってほしいんですけど、うん、手を使わずに先にどっちが食べれるかっていう、うん、あ、なるほど、簡単に舐めるだけ、舐めて溶かすっていう、なるほど、なるほど、ノーモクでトク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 やっていただくっていう感じになってます。はい、はい、じゃあそれでは早速ゲームの準備の方していきましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。